はい、今回は、この前、行われた NHK 杯の、2回戦の子ですね、高尾紳路九段対小林悟九段の英語をやりたいと思います。はい、じゃあそれではお願いします。高尾九段の先番で始まりました。はい、もうどちらもベテランと言っていい、はい、年齢ですね。はい、最近は若い5しか紹介してなかったので、新鮮ですね、逆に。はい。まあ、なだれは珍しいですかね、最近の打ち方としては。はい。まあ、伸びも普通で、まあ、AI はこういう下がりを、はい、打たれて、これで、もう一回言いますかね。まあ、例えばこういう進行で一応黒が打てるという評価だったので、なだれも少なくなりましたね、白から。ここでこんな感じでしょうか。はい。ただまあ実戦はまあこうやりましたね。ここで例えばこうやってここに割り打ち、するような打ち方もありますね。ここを押さえても、これはこっちと変わりまして、いいとこ伸びてますんでね。はい、これはこれで打てると。はい。ただ今回は普通に受けましたね。はい、すぐつけてっていきましたね。はい、まあこういうとこ下がっておくのも立派な一手ですね。はい、これで、まあここ入ら、構えさしてからこう入るような、はい、打ち方でも、十分あったかなと思います。実戦はすぐ行きました。まあせっかくこっち打ったんでね、こっち打たれる方も、いるかもしれませんけど、こうしますとどうしますかね。跳ねるか、こうやるか、こうやるか、なんですけどね。まあ一例ですとこうやって。主張がいいとね、跳ねるんですけど、これはどうなりますかね。ここが白いますんでね、なんとなく、まあ主張というとこの主張になります。こうやった時のこの主張なんですけどね。これがどうでしょうかね。一応白がいいですかね。ちょっと、難しいというか、ちょっと遠いんでね、ちょっと省略しますけど、これは白がいいですね。なので、ちょっと跳ねることはできないかもしれませんね。8ではまあ下がりぐらい。まあそれですとカケツギではつなぎぐらいが普通ですか。こうやって、こういう進行ですね。まあ、こんな感じでしょうかね。はい。まあ黒は十分ですね。これは結構立派な生きで。白模様をまとめるの大変かもしれませんね。まあ、なので実戦はこちらに選択しました。まあ、ここまで黒を持つ人が多いと思います。特に、若い子では。はい。ここは、ここまで入りたいですね。はい。結構ね、4線の方が早く逃げれるんでね、4線の方に打ちたい人もいるかもしれませんけど、逆にさばきにくいんですよね、4線にあると。はい。堂々と3線の方が、こういうつける感触がありますんで、さばきやすい意味があります。
実践もこのようにして、こうになりましたね。黒はこのコウは諦めてここを突破することで、十分と見ましたね。帽子で。まあ、普通は黒成功と見ますね。一応は。まあ、白も、ここは味悪いですけどね。ちょっと特に小林悟九段の棋風ですと、こう一手入れたくなりますね。一手入れないとちょっと本物ではないということで。僕もここは抜いてないとしょうがないって感じがします。手がないかもしれませんが、味悪くて、打ち切れませんね。まあ、もうどうにでもしてくれって感じですね、ここは。それから動き出しましたね。一応黒は好調かと思います。ここはすぐつけてあったんですね。つけていきましたね。ここでつけないで、ここついで、打っておくのもあったと思います。ここ逆に打ちにくいんですよね。今度コスむような手が。こういう手を見られまして。こうね、切断する具合がありますんで。まあ、この図でするかわかんないですけど。まあ、どう黒も決めるか難しいんですけどね。ここで、この瞬間こうやるとかね、いろいろありますんで、ここで1もあったかなと思います。実戦はすぐ行きましたんで、これは一応ここで生きることができましたね。黒もここを守らないといけませんので、守りました。で、こう逃げ出した手がすごいですね。なかなか発想にない手なんですけどね。ここ守ったので、普通はこうやる感じです。で、こうやって、こうやって、まあ、こんな感じで、この5子は捨てて、こっちをやる調子なんですけど、ここは、あれですね、ちょっと、すごい、小林悟九段としては、小林悟九段は、が打ちそうにない手を打たれましたね。こうなって、しっかり取ってですね。この黒はもう目は心配ないということで、ここを取れれば、黒いいかなと思います。まあ、だから黒もこの手で、露骨にこうやる手はどうかなと思ったんですけどね。こう出させて、こう守っておいて、これで頑張れれば一番いいのかなと思いましたが、もしかしたらちょっとまだ味悪いかもしれませんね。こういう感じがあって、こういった俗筋ですからね。高尾九段も嫌いますね、こういう手はね。まあ、ただこう、単にこう、これですとね、こう打たれてしまうのが目に見えてたんで、そうやるかなと思ったんですけど、でも実戦は、この石を助けたということで、すごい、変化になりました。ちょっと受けてると自分も危ないので、これちょっと挨拶してられないっていう感じですね。
もう何事もなく進めていけば黒いいかなっていう感触なんですけどね。ここ切り見てますもんね。で、こうやって。こう打ち込んでからこうやったのは機敏でしたね。ここで何か他になかったですかね。ここ下がっておくのもありましたか。この跳ねた手で。下がりもべらぼうに大きいですね。こうやっておけばここ張った時に目がないので、ここは、これにはこう、こっちと見てていいのでね。この黒は心配ないので、位置がいい気もしますね。これはちょっと、まだ、こっちの石にもね、プレッシャーかけた手なんですけど、白も地で頑張ることができましたね。これに、おそらく、そうですね、挨拶しないで、こっち打ったと。これちょっと難しくなってきましたね。決めどころが。出がありますからね。なかなか切断できないと。そうですね。ここ動き出してしまってから、こうやってやったので、これ取ってもこの損も激しかったんですよね。なのでこの交換せずに、例えばつなぎとかだと、今だとこっち打つしかないと思いますから、それからこっちを出ておけば、これもなんとかいけたのかなと思います。実戦は先にこっちを損したので、これは捨てやすくなりましたね、白は。この一段を。で、ここに回られたのが非常に大きい。あとは丁寧に打てば白は勝ちだったんですが、全部先手で決めて、ここで丁寧にこう打って手をなくしたはずだったんですけど、こっちの方が良かったですかね。これで、これで良かったと思います。実戦はこっちで手を入れたんですが、これにも受けだったと思いますね。実戦減らされてしまったんですよね。こう打って、ここから先手で荒らされてしまいまして、ちょっとね、計算ができなかったかもしれませんけど、この手もこれが備えになってなかったんですよね、結果的に。これでもこう謝っておいて、まだ余裕あったんですけど、実戦はコウになりましたね。ここのコウが最後の勝負となりました。非常にどちらも、この振り返りになりましたね。これでつないでおくと、一応半目勝負だったみたいですね。ちょっと打ってたら計算できないですよね。早碁。どちらももう1分でしたから、30秒かな。30秒でしたからね。実戦はコウにやってしまいまして、コウ台が続かなくて、白の、勝ちとなったんですよね。結果的に次になりましたからね。これは、4目ほど損したみたいで。これで結果は4目半ですから。こう、つないでつなぎにしておいて、
くしかなかったですね、結果的には。はい、まあ白はちょっとここ終盤冷や汗ものでしたが、なんとか勝った一局となりました。はい、じゃあこの碁はこれで終わりにしたいと思います。失礼いたします。